カジサクの屋根裏部屋。どうも、カジサクです。トンボです。ヤサクです。ツネです。お願いします。お願いします。お願いします。いやー、これはね、もはやもうタイトルにもあると思うんですけども、はい、なのでもう早速紹介したいと思います。お願いします。なんと初登場でございます、ヨメサクです。やったー。お願いします。初めてやね。すごい、うん、プレミアム回ね、屋根裏部屋登場ということで、うん、はい、まあ、実はですね、今日ある撮影をね、事務所でしていましてですね、うん、はい、でそこで、嫁サックが、まあスケジュール上ここでラジオを撮るって言ってたんだけども、うん、あの僕からちょっと嫁サック、もしあれやったら、うん、屋根裏部屋どうかなって言ったら、うん、あ、全然いいよって言ってくれたから出てくれたってことで、うん、あ、素晴らしい、ありがとうございます。なんでもないです。え、どうなの、嫁サックは聞いてたりすんの、うん、聞いてる聞いてる。あ、聞いてんの、ね、うん、うん、どう、屋根裏部屋え、面白いよ。あ、面白い。あ、よかった。ほんと、私はトンボさんの歌好きだよありがとうございます。そういう声があって本当に嬉しいです。トンボの歌好き、うん、まあ面白いもんね、うん、ありがとうございます。言ってもな、うん、でも、土橋と中野くんの歌は聞いたの、はい、あ、ちょっとそこの回聞いてないぜひそれはそれで聞いてほしいです。それは聞いてほしいですけどもね、うん、でも新鮮やね、こうやって嫁サックがこうラジオでっていう、嬉しいですね、うん、なんか何が、いや、そいや、一個しかないやろ嫁サックが出てくださるのが嬉しいじゃないですか。パッとしますよね、花がね、はい、そうですよ。ありがとうございます。なんですけど、実はもう最近異常にね、うん、ハマってるじゃないけど、はいはい、もうリオちゃんのことがマジですか、好きすぎて。本当ですか。そうそうそう、あのリオちゃんのことを話す夫婦時間があったりそれで言うともう完全なる相思相愛ですね嬉しい、すごい仲が。リオちゃんはリオちゃんで、ミコさん、ミコさんでいいっすよ逆にお前カメラ回ってない時俺のことカジサックって言うからお前ごちゃごちゃになってる嫁サックの話よくしますから。よくする。本当ですか、はい、本当に嬉しいです、うん、最近ね、うん、あれどっかの動画でこれ言ったかもしれんけど、うん、カジュアルっての部屋やったっけな、うん、もう最近リオちゃんとの撮影が終わった後が特に、うんうん、めちゃくちゃ楽しかった。うわ、うん、特にさ、一番最初のさ、うん、最初っていうのはあのスポーツ対決で、はい、ボーリングと卓球やったやりましたね。あの撮影した後やばかったよ、うん、もうリオちゃんもやばかった、興奮が、うん、で、なんでかっていうと、うん、本当に我々付き合ってる時、まだ当時が生まれる前は二、うん、人で結構遊んでたのよ、うん、そうやって体を動かして、うん、テニスとか、はいはい、普通に品川でな、うん、貸し切って、うん、爽やかな、めっちゃ爽やか、二人でやってたよ。まだあの時嫁さんっ子二十歳とかやで、うん、そう、そういうのよくやっててんけど、やっぱり当時が生まれてから、うん、なかなかそういう機会がなかったから、うん、ああやって大人の友達と一緒にスポーツをするっていうのはね、うん、そう、やっぱこう大人の会話にこう混ざれてるっていうのも嬉しいし、うん、子供なしで、うん、でやっぱりほら20代全部子育てみたいな感じだったから、うん、こう友達がそうやって遊んでるのもいいなと思ってたから、うん、そういう気持ちにこう戻れてるのがすごい嬉しい。そうよね、うん、だから嫁さんが外出るってなったらやっぱね、あのいいことだけども、うん、ママ友とランチしたりとかさ、うんうんうん、基本ママ友っていうのがあるとは思うからさ、うん、時間制限が絶対あるからさ、そうやな、うん、ああやって複数のおっさんたちと遊ぶことないもんね複数のおっさんたち、いや、おっさんとランチすることあっても、うん、複数のおっさんたちとはなかなかないと思うんだ、これ、おっさんとランチするから、いや、例えばやで、友達で うん、おっさんがいてやな、いないでしょ例えばやんか、カジサックとランチはあるけど、うん、知らないおじさんとランチは知らないおじさんはないよそれ知らないおじさんはないけどさ、うん、わかんない、例えばママ友出てた時にママ友の旦那が来たりと か、うん、なんかそんなんはありえるやんか、うん、そんなんはわかるけど、複数のおっさんだらけはないやん、うん、知ってる人で、だからそういうのも多分楽しかったやんと思う、うん、ポロって言ってたもん、なんか昔思い出すみたいな、うん、あー、いいですね。でもそうそうそう、うん、だから今後もちょっとこういうそういう企画やっていきたいなってやりたい、思ってるんですよね、うん、だからまだ公開してないから言えないけど、はい、実は何本か撮ってたりもするんですけど、はいはいはい、ちょっともう本当に早く見ていただきたいですね、本当にねあ、その撮った動画、撮った動画を小部屋も見てもらいたい、ね、それと付随して小部屋も撮ってるんですけど、そうですね、
安武がちょっと面白かった安武がちょっとね面白いよね、運動神経いいよな安武もな、まあまあ普通じゃないですか、普通どうやったの、体育とかは、体育とかずっと良かったです。え、成績は、はい、ずっともう、5段階で5とかしてずっと、はい、じゃあええやん、何が普通か、なんでさらっと安武すんのいやいやいや、5はいいやないか、一番何がですか喧嘩する喧嘩する本田さんはいけるかもしれないおい、先輩に勝とうとするな負けようとするのがおかしいだって今の情報だけ聞いてたらな、3個言ってるけど普通に絶対 A やん、まあいいですけど、そのだカジサック正面にいいって言えなくないですか、まあまあそれもあるか、目の前にいたんで、まあ、これはちょっと自分でのもあれやけど、俺はちょっと異常やから、そうなんですよ、お化けやもんな、感じましたもん、その辺は、それはちょっと異常やねんけど、多分旗から見て安武って多分いいんやろうな、普通に、はい、いいとか 50m も速いしな、速かったやん、一番速かったやん、魔王の格好して、そうやん、あれそうそうそう、多分魔王の格好してたからなんですよ、どういうこと、魔王の格好してたから、あ、本来の姿でってこと怖い怖本来の力出すなお前だとしたら遅いでしょどういうことどういうことあれ多分なんか角みたいにつけたでしょ、もちろん下がトラックだったのもあるんですけど、うん、それで上がったのもありつつ違う違う、それがわからんの角つけて上がるっていうのまだあるのありつつじゃねえよ切るとこねえんだった、皮がいでお前、襟足も真っ赤かいで襟足それも染めてるやん違えた髪染めてるやん涙赤ゆかこさんがよくやるやつやぐちゃぐちゃになったわもうまあまあ、つけてたから、うん、あと魔王の格好だからもう早くないでしょって思ってたんで、うん、多分力まなかったんだと思う、あリラックスできたってこと、はい、あとナチュラルテンションが上がってたと思う、あなんか安田家の中でおそらくフハハってやってたやん、はいはい、あれもなんかいい感じに響いたのか、なるほどね、なんか力も、うん、出てたと思うね、そのいい感じの多分リラックス加減というかと角ついてたからその牛みたいな気持ちになってでも角ついてたから、はい、なんか落とさないようにしようと思って、うん、なんか姿勢多分良かったんですよ、じゃあ全部面白いすごいあれ見直したら、はい、あれ分かるんですけどちょっとフォームいいんです、綺麗なさフォームが、フォームも改善されてるんだ、姿勢まっすぐで、うん、もういい感じの力で走ってるから速かったんですよ、すごいやあと、うん、前回ね、うん、ネズミ出してるんですよ、うんうん、あの時は逆に安武はネズミを作りすぎてたのかもしれない、あチューって言いながら走っててんけど、うん、あの時もちょっとコミカルに見せてたかもしれない、うん、だポテンシャルは高いのよ、まあそうですよね、うんうん、運動神経的に、嫁サッコはどうなんですか運動能力は、だからチューの下、うん、チューの下ちょっとやっぱり良さそうって思われてたみたいで、うん、周りからは、うん、そう学生時代ね、うんうん、でもそんなできないからあそんななんだねみたいなその雰囲気がわかるじゃん、すっごい嫌なやつやな、そう足もそんな速くないんだっていうね、でも長距離が、長距離はちなみに嫁作そうなんですね、学生時代、うん、文化部なんですけど吹奏楽部で10位以内に入ってたんです、すごいすごいのよ長距離すごい嫌いなんですけど、うん、はいはい、速かったです、すごい、いつかじゃあ駅伝企画っすね、じゃあカジサック駅伝、何カジサック駅伝って誰がやんの、いやみんなでつないで、みんなでつなぐ、そうそうリレーやん、対決でもなくて何それ走り切るみたいな、走り切って何それそうかそうか対戦相手がいないとダメか目的ないでしょただための駅伝ですよそれ、いや感動するよなと思って一瞬考えたら俺があかんからね、あそうだそうだ、そうですよ俺が全速出ちゃうから、そうだそうだ、俺全速なる前はちなみに別に遅くなかったよ長距離も、うんうん、1.5 とか1500、1500俺だって5分前半出したもん、すごい5分10何歩とか出した、はいはいはい、マックスの時全速出てから全くダメになって、なるほどなるほど、うん、でもなんかいいよね、うん、今後嫁サックのそういうマラソンみたいな得意な分野で、リオちゃんどうなの、リオちゃん運動は得意ですよ、全般運動高いよね、はい、走るのは、走るのそのどうだろう分かんないっすわ、速いのかってことですよね、そうそうそう、そりゃそうや、分かんないリオちゃんの全力疾走なんて見たことない
もう早いのかな。早そうです、ね、でも早そうかなと思いますけどね。だからそういうトークせえへんねんな。前も感じてた。ああ、リオちゃんのスポーツ何やってたのって聞いたら、トンボ分からん言ってたやん。そう、だから僕があんまりその運動系はそんなに興味がないから、そういう会話せえねん。そのトークにならないですね。いや、でもなんか会話してるけ、うん、してるよって言ってたじゃん、リオちゃんは。あ、そうそうそう。そうなんですよ。そうパターンですよ。そうや、してるやん。なんで怖っ。じゃあでも極端に少ないですよ。すぶきすぶきって言うわけないじゃないですか。すぶきすぶき今すぶきすぶきって言っちゃうんですよ。だって、うん、あのトンボさんがいる状態で、うん、リオちゃんってバレーやったことあるんですか、うん、って言った時に、うん、リオちゃんが私バレー部だったんですって言った会話を私覚えてて、うん、その後にそのバレーの話を、うん、あのカジサックがトンボさんにした時に、うん、いやリオちゃんできるかわからないですって言ってたから。うわじゃあそれはもう本当に言い訳させてください。どうぞ。クラシックバレーもやってたんですよ、リオちゃん。え？クラシックバレー。バレリーナの方。はあ、はあはあ。それともうごっちゃになってんすよ。いやだったらそこで、うん、クラシックバレーのことですかとか言うやん、普通、うん、とかクラシックバレーはやってたんですけどとか言えるやん。なんかクラシックバレーのくの字も出なかったじゃん。なんか急に鼻詰まった。アレルギー。この話やめません。そう、いや今、ね、本当にね、物忘れが。ちょうど今会話に出たから話そうかなと思ったんだけど、うん、そう、今さっき言ったある対決ももう取ってるんですよ、うん、でまだ取ってない話を今からしたいんですけど、うん、リオちゃんがバレーをしているとしてた、うん、バレーボールをやってたことがあるって言ってたじゃないですか、うん、いつかだからやりたいなって思ってね、うんうん、やりたい、うん、バレーボール対決、うん、まあ、それで言うと嫁サックはあのママさんバレー。そうですよね。復帰したから。今復帰してるから。うん。なんか今朝も行ってきてるから。今朝行ってきました。ああ。楽しかったとか言ってた。そう。練習試合行ってきました。試合出られたんですか。出ました。すごい。試合今日出た。サーブで出ました。サーブで出たって。うん。でサーブして。はけていくっていう。かっこええな。かっこいいですね。でも本当に最近復活したから、うん、そういう企画も実はね、うん、今だから話せる話だけども、うん、はるちゃんがお腹に宿った時、うん、その時にまだ気づいてない時にやろうとしてたのね、うんうんうん、バレーボール企画を、はいはいはい、嫁サックで、うん、バレーボールやろうとしてて、でもはるちゃんが宿ったことを確認した時に、うん、あ、じゃあもうこれは体を動かせないからって実はそれでなくなったのね、うん、だそれが夫婦対決になって蘇るっていう、ね、うん、これは俺すごいいいんじゃないかなって、うん、これでも不利ですよね我々が。宇宙人。いや、その我々はって言ってないでしょ。我々がって言った。我々がって言った。宇宙人はがって言った。わですよ、宇宙人。なんでの、ただの。リオちゃんはできるけど、僕バレー全然できないですもん、だって。それで言うとさ、ギアスタゲには言ったけど、うん、お前も運動能力実はそんな悪くはないやん。でも、うん、そもそものあれがわかん、できないと思うんだよな、このトスとか。うんうん。うん、だからなんかハンデはもうすでにあるっていうことはやってもいいですけど、そのハンデはすでにあるってことはもう言っときたいってことですよ。このガチ対決シリーズで、うん、一番言ったあかん前振りよね。もう見てる人がつまんなくてワクワク感がね、ワクワク感が全然ない、うんうん、そんな気持ちで挑んでるんだ。そうそうそう、いやじゃあそりゃ勝つよ。勝つ気でやってるよ。もう無理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 。で一回練習してみて。そうそうそう、練習はさせてほしい。いけそうだったらみたいなことなんかな、うん、でもカジサックも言ってましたけど、うん、トンボさんその運動神経悪くないんですよ、うん、なんかそう勘違いされがちですけど、うん、まああのだからゲームとかうまいじゃん、実はうまいんですよめっちゃ、いろいろね、そうだからセンスがあるというか。ありがとう、はい、走るとかはない確かに、うん、ジャンプするとかあんまりないんだけど、うん、ボール系だどあれやってんか、あのボーリングボーリングとか卓球とか、うん、まあまだこれ言えないバレるか言えないけど、うん、もう一個やったんですよ、うん、あるスポーツ、うん、その3つ見た感じお前ええのよ、うん、ああマジっすか、そう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 、だから俺バレーボールもできんじゃない、なるほど、うんうん、これ勝ちたいわさすがにね、うん、だって冷静に考えてさ、うん、嫁サックとリオちゃんって言ったら多分リオちゃんがうまいと思う、うん、言ってもママさんバレーって週に1回、うん、ね、うん、体を動かすっていう感じ、なるほど、うん、また復帰して3回しかやってないから、そうで、あそうか、次の日節々が痛い、動けなくなって、もうダメだダメだって言って、
言ってますけど、でも運動系はやっぱ気持ちいいんでやりたいですね、うん、とにかくあれが好きやねんて嫁サックが、うん、もうあの運動系がとにかく楽しい、楽しい、うん、楽しい楽しい、ね、だ今後もいろんななんかスポーツとかねコメント欄にもらったら、うん、それを見てできたらいいよね、うん、やりたい ね、うん、なんかわかんないけど例えば今後さ、まあ、2対2もいいけども、うん、なんかスポーツによっては3人4人っていう、うんまあ、あるやんか、うん、だから例えばチームスタッフを入れるとかさ、うんうん、ドラフトで選ぶとかさ、あ、面白い、カジオメサック VS トンリオ夫妻なんだけど、うん、面白いじゃん、夫婦がドラフトで、うんうん、取っていくみたいな、はい、ね、とか言っていくんだ、うん、そうそう言っていくみたいな、いやいや、まあ、中戸場がなかなか選ばれない選びたくねえな、あの二人はスポーツはなかなかあれなんでね、うん、常なんか絶対ええやろ、僕運動神経いいです、うん、いいよね、はい、だちょっと怪しかったけどなこの間いやそうなんすよ、もうそれが言ったよ、そんなことないですよごめんなさいねリスナーの皆さん、あの今言ってるのはそのまだネタバレなのか言えない対決なんですけど、はい、それを結構ねコメント欄の方で小部屋でもチーム会サックで見たいという声が多いんですよ、うん、だから例えばボーリングやったらボーリングやったじゃないですか、うん、メインで、はい、その後に、メインで出ていないチーム会サックでボーリングをやるっていうのを小部屋であげると、はい、そういうのをちょっとやっていこうということでね、撮ったんですよ、うん、あるスポーツで、うん、で常もやったの、はい、で安武もやったの、はい、でさっきその話してたんだけど、はい、いや常が意外とちょっとあんまりこれ嫁さんも見てたのよね、うん、見てた、どうでした、あのほんとびっくりしたのが、うん、トンボさんが一番上手だそんなこと、いやでもほんまそうやね、うん、そうそうそうってことはよ、はい、常が若干ね、俺もっと実は常ってできると思ってて、え自分でもあのね、なんやろ、できるように見せるのはうまい、あーよーく見たらあんまりできてないっていう、はい、パフォーマンスとしては、はい、やっぱり演者プレイヤーだからうまいのよ、うん、動きはね、動きは、うん、けど実際はどうなのっていうところはあったけど、うん、どう実際どうやったの、もともと体育とかは、もともとでもいいんですけど、うん、まあ、正直その苦手分野もあります。何が苦手分野って、僕球技、球技え球技出ないの、今球技が出なかったの、球技が出なかった昨日キッチンカーやってたのあれ疲れてる？大丈夫？大丈夫、球技出ないってなかなかやる手で丸を作ってたからね、機械体操とかはうまそう、そうですね、あーそうか、あ体操ね、うん、なんかこう、そのチームでやるようなあのスポーツはちょっと苦手だったりしますね、個人がええってこと、なんか僕昔、うん、サッカー部にも入ってたんですけど、うんうんうん、もうボールもらった時点でどこにパスタ出していいか分かんなくなるんですよえあもうテンパるんだ、テンパるんです、うん、とりあえず前向かって走っていくんですけど、うん、そっからもうどこにパス出していいか全く分かんなくて、なるほどなるほどな、そういうのがあります、分かった、これ聞いた上で、うん、そのまだ出てないやつ見てもらったら分かると思いますわ、うん、俺の言わんとすることが、うん、どういうこと、その常は、うん、ま、身体能力自体はめちゃくちゃ高いんですけど、高いよね、うん、チームプレーとかはやっぱ向いてないっていう、あああそういうことか、のが肌感で分かるんですよ、なんかなるほどね、そこそのカジサックスポーツ得意だから分かると思うんですけど、うんうん、なんかその肌感で分かるやつあるじゃん、こいつには勝てるとか、あるあるある、この人には勝てない、うん、こいつはこれ得意苦手、うん、それが多分感じられる。でも動き的にはめちゃくちゃいいんですよね、うん、キビキビしてるから、そう、はい、だからもうはっきり言っていい、はい、空気読めてないのやっぱりチームプレーって空気読むってめっちゃ大事、めっちゃ大事ですよね、そうそうそう、相手のことを思いやりながら、はいはい、こうチームで頑張るんですよ常って別に性格はめちゃくちゃええやん、はい、天然やん、天然なんですよ、天然で自分の中で必死になっちゃって、はいはい、結果周り見えてないみたいな、それがあるんだよ、なるほど、うん、悪気なんか1ミリもないわけ、そうそうそう、ないよ、うん、いやでも楽しいから今後もちょっとね、いろいろとやりたいね、やりたいやりたい、やりたい、やりたいよね、あめっちゃ楽しい、ビリヤードとかもあんのかもしれない、あービリヤードね、熱そう、
まあ難しいよね。わかんない。なんかいろんなパターンが、うん、そうですね。あると思うから。うん、ああ、本気ボードゲームとか。本気ボードゲーム。ああ。実践的な。なるほどね。ボードゲームってどういうこと、どんなやつだっけ？なんかあのトランプとかさ、ああいうカードゲームとかも。うんうん、ああ、なるほどね。テーブルゲームと言われるやつですね。うんうんうん、そういうのも楽しいかもしれない。うん、なんかいろいろ対決もやっていきたいなって。やりましょう。で、小部屋でチーム開作でやってもらったりしていきたいなと思いますよ。というわけでね。あの質問もせっかくだったら嫁さんが来てくれてるんで、はい、質問もちょっと行きたいなと思いますんでね、はい、一旦広告です。はい、さあでは行きましょうか。はい、はい、安武さんお願いします。はい、質問いきたいと思います。屋根裏ネームナチョスさんからです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。楽しく拝聴しています。質問です。運転している時に同乗者にやってもらいたいことや楽しく過ごすためにできることはありますか？私は運転ができないので、妻としてまた母親として参考にさせていただきたいです。ああ、なるほど。うん。え、運転同乗者？助手席の人にやってもらいたい、ね。はい、やってほしいなっていう。俺全然あります。もう、というかやってもらってることがあります。リオちゃんに、はい、うん、もう DJ をやってもらうんですよ。え、あー、なるほど。リオちゃん曲頼むわっつって言ったら、もうそのシチュエーションにバッチリの曲をかけてくれるんで。あー、それで言うとうちも。あ、本当ですか。俺は DJ やってほしいとはあんまり、俺は強くは言わないけど、嫁サックが自分からやってくれたりとか。あー、なるほど。例えば、まあ、コロナ禍になってから行けてないけど、うん、その前とかはさ、たまにね、年に数回旅行に行く、うん、でも子供多いから絶対アルファードで行ける範囲内の全部行くねんけど、ってなってくると言うても1時間半2時間運転俺がする、うんうん、その時いつも、うん、あの何て言ったっけ、あのトゥースみたいなやつ、ブルートゥース、ブルートゥース、トゥースか、春日さん春日さんをね繋いで、はい、あの春日さんを繋いで嫁サックがいつもやってくれる。あ、やってくれるんですね。どんなんがいいとか言って、うん、今の気分はみたいなことですよね。そうそうそう、うん、でも俺が絶対に言うのが夏メロでって、うん、ああ夏メロなんだって言って、嫁さくがあの良き夏メロをかけてくれて、うんうんうん、まあこれ初めて直接言うねんけど、はい、いや嬉しいね、うん、ええ感じなんねんけど、うん、途中ぐらいから、うん、その嫁さくもさ、うん、気分めっちゃ乗ってんねん、うん、旅行で楽しい運転やから、はいはいはい、その歌、例えば何やろね、夏メロ、何でもいい、じゃあクラスの夏の日の1993、はい、だったとしましょう、うん、そのクラスさんの声よりも嫁サックのボリュームが大きいぐらい歌ったりして気分に乗ってきちゃって乗ってるな、おめちゃくちゃ可愛くない？そりゃ可愛いですよ。めちゃくちゃ可愛いな。めっちゃ歌うやんって。家でそんな絶対絶対せん。ああ、そうか、うん、でも楽しいな、車の中でね歌うのは楽しい、うん、そう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 、うん、それだから似てるかも、似てる、うん、うん、どうですか、僕なんかやっぱクイズとか出してほしくなるんですよね。かわいい。はい、素敵。奥様に、はい、うんうん、でもうそういうのたまにお願いするんですけど、なんでそんなことせんの。あ、断られてんの。クイズなんかやって楽しいかみたいな。まあクイズ考えるのもカロリー使うからな、まあ、クイズ出してほしい。まあかわ、どっちもかわいい、かわいい、かわいい。で、結果出してくれへんねや。結果出してくれないです。まあでもたまにそうやって曲かけてくれたりとかは、うん、はい、やっぱ音楽いいよね、うん、安武はでもどうなの、お相手がおれへんもんな。まあでも奥さんとかじゃなくても同乗者として、うん、やっぱり僕はまあ、自分も眠くなっちゃったりする時あるんで、うん、特に長距離は、うん、明るくいてほしいんですよ、うん、でその時にやっぱ後部シート、うん、左側の飛ばしがもうすごいですから。ああ、そうか、はい、もうすごいらしいね。もう見せたいですよ、本当に、うん、だそういう明るいのがいいってことだ、はい、うん、でもうるさすぎるのも嫌って言うと思うな。ああ、確かにね、はい、それで言うと一番明るいの安武さん。車の中で。そりゃそうか。これは本当に視聴者さんも本当見たことない安武が。あ、人のこと言ってるけど。いや本当1位のましのこと言ってるけど、はい、1位安武ですから。もうぶん回しぶん回しで、そう、ザ大学生。それで一回トンボさんが、うん、僕が騒ぎすぎて高速間違えました。いや絶対やったらあかんやん。そうそうそう、やさげやさげ
こっちもね盛り上がっちゃってね、はい、いや思い出した今それで、うん、一回俺はむっちゃ腹立ったことがあったわ。え、なんすか。後輩ともうだいぶ前やねこれ、うん、もう10年ぐらい前やねんけど、うん、後輩がいて、はい、でその後輩がアルバイトしてるような子やったのね、うん、でせっかくやったらと思って俺がゴルフ行くってなった時に、うん、あのじゃあアルバイト代出すから運転してくれるみたいな、はいはいはい、いいんすかみたいな、うん、全然いいよって言って1万円渡して、はい、運転をしてもらうみたいな、ありがとうございますみたいな感じでやってくれてんけど、うん、その後輩がさ、うん、もうめっちゃ朝早いね、うんうんうん、ゴルフって。そうですよね、朝6時とかに出てっつって、うん、でまあ俺は普通にこうなんかゆっくりしててんけど、うん、助手席 で、はい、で後輩が運転してんねんけど、もうさめちゃくちゃいろんなエピソードを試してくんのよ。あーでもまあ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 ちょっと兄さんこないだねみたいな。で結構しんどいなと思ってん、はいはいはい、でもすごい楽しそうやから、うん、もう俺も乗っかって、うん、おもろいなーとか言うて、うん、ずっともう何エピソードやろ、もう10個ぐらい聞いてたよ、うんうん、わーって。ほんであの千葉のゴルフ場で、うん、あれどこやったっけな、たまあ、これ例えば市川やったとしますけど、はいはい、市川インターで降りるって言って、うん、であの市川インターの手前からまた新しいエピソード話し始めて、うんはいはい、でだんだんこうエピソードで振りがあるやん、はいはいはい、で最後にオチがあるやん、うん、でそのオチの手前ぐらいで、うん、あの市川インターの折り口が、はい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 、俺は見えてんねんけど、はいはい、後輩はもう落ち手前やからもう見えてないからそのまま降りずにまっすぐ行ったの。最悪。おいおいおいちょお前今の降りなっつってもう遅刻するやないかすいませんちょっと落ち手前だったんですあれはごっつ腹立ったな。結局ぐるーって回って、いやいや落ちてまえかもしれんけどそこはさ一応アルバイトみたいな、そうですね、そうですね、本来の目的はね、名前言うたろ鉄道ってやつ想像できるわな、うん、嫁さっく実は仲良く、うん、あの鉄道一時期俺が可愛がってて、うん、じゃあ家にもよく遊びに行って、うん、元袋とじかな、そうだね袋とじ、あれ安崎同期ぐらい、あ先輩です、1年先輩です、1年先輩、はい、うん、そうそう鉄道さん、鉄道がもうすごかった今ジュニアさんに可愛がってもらったよな、いやそうですよそうですよ、そう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 、うん、だからもうあれはめちゃくちゃ覚えてるな、おもろいなそれ、話で聞く分にはめちゃくちゃおもろいですけどね、あの右車線走ってたから降りるくらいそろそろあかんやん、そもそも懐かしいなぁと思って、うん、すいませんちょっと長なりましたけども、うん、嫁さんはどうなんですか、うん、あの助手席に、まあ、僕とかになってくるかもしれないですけど、乗っててこうやってほしいとかあるんですか、いやでもやっぱりこう話しててほしい、ああ喋っててほしい、ね、喋っててほしかったりとか、うん、そうそうそう、音楽かけてくれたら嬉しいよね、やっぱり、ね、うん、とはいえ俺が喋りすぎのも嫌でしょ、その嫁さんってどっちかいうと集中したいタイプやね、運転、うんうん、あの常に緊張してんのよ、はい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 、あんまりグワーって喋られるのは嫌じゃない、そうやっぱり知らないとこに行くときは黙っててほしいそうやで、何回もあるで、俺が喋ったらちょっと待ってって言われること、なるほど、ちょっと今待ってちょっと右折するからみたいなでもそういうのを横で見てるとちょっと安心する部分もあるのよ、うん、常にこう緊張して運転するって、確かにね、やっぱり車の事故ってさ結構こう慣れが生じた時だから、うん、だからトンボとかも気をつけた方がいいよ、いや本当に一回安武とクラッシュしあれ話したっけ、あれ、あ話しましたよここで、話したよ、それこそラジオで喋りました、あんなんも一番そういうことやん、まあね油断やん、そうかもしれないね、あれはないろんな悲劇が生んだ事故ですけどねあれはいやほんま安武のあのドアがゾウリムシみたいな形がなんかな変な形になってましたけども、いやすごかったですけど気をつけないと、とんでもございませんけども、じゃあもう一個だけ行こうかな、うん、行きましょうか、すいません、はい、せっかく嫁さく来てるから、そうですね、はい、では行かせていただきたいと思います、うん、質問です、はい、あ屋根裏ネームいろはすさんからです、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、人生で一番の怖い経験は何ですか、怖い系、そんなんもうこれめちゃくちゃあるよ、いろんな怖いがありますよね、うんうん、これでもちょっと今度、うん、実はこの後もある一本撮影がありまして、はいはい、多分この話めっちゃ長くなると思うから、うん、嫁サックだけに答えてもらおうか、うん、そうしましょう、で今度違う機会に我々も喋りましょう、しましょう、うんうん、どうですか怖い、怖い経験、怖い経験、うん、一個あるんですけど、はいはいはい、かんちゃんが、うん、あのかんちゃんとこじくんを連れて一回原宿に行ったんですよ、はいはいはい、あのかんちゃんがどうしてもスクイーズが買いたいって言って、うん、でどうしても行きたいって言うからそう行ったんだけど、うん、
あのお留守番してる当時にお土産を買って帰ろうって言って、うん、なんか揚げたてのじゃがりことか売ってるところに一回入って、うんうんうん、でもなんかすごい混んでるからやっぱり出ようって言って出たんですよ、うんはいはい、で竹下通りだったんですけど、うんうん、出て、うん、すぐカンちゃんがいなくなって、うわ怖い怖いもう怖い、でどこにもいなくて、もう怖い、人も多いとこやろ竹下通りって、もう怖い、でお店に戻ってもいないし、うん、で先に行っちゃったんだと思って、うん、ちなみに何歳ぐらいの時ですかカンちゃんが、カンちゃん幼稚園、ちっちゃいのよ、あなでコジ君連れてすごい歩いて、うん、でもいなくて、もうそこら辺にいる人にこれぐらいの女の子見ませんでしたかってすごい聞いて、怖い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 、でもいなくてどうしよう、外人さんにさらわれたのかなとかすごい考えて、とかいろいろ考えちゃうよな、でとりあえずもう一回そのあそこ何通りだっけ、駅と反対側、俺原宿が詳しくない、これは安武と山手通り、あ何でしたっけ、はい、あっちの駅と反対側の山手通りの方まで、明治通り沿いまで行って、でもいなくて、うん、でもう一回戻って、うん、それでもいなくて大きい声でカンちゃんカンちゃんって呼んでもいなくて、うんうんうん、でお店まで戻って、いやもしかしたら一回出て戻っちゃったのかなと思って、うんうん、反対側に行ったらすぐいて、あ、うん、何してたの、コンビニの前にいた、あ立ってたんだ、立ってた、うわ誰かと待ち合わせしてますみたいな顔してた、幼稚園児が、お母さんここにいますけどみたいな顔して立ってた、あ泣きはしてなかったんだ、そう全然泣いてない、そうなんだ、それはカンちゃんすごいな、やっぱり何やってんのって言って、いやーだから本当にまあ血の気引くと、いやーほんとゾッとするわ、やっぱり出てすぐやっぱり自分と逆方向に行くって親も思ってないから、だから本当にあれは血の気が引いた怖かった思い出、確かにな、うん、子供系で言うといっぱいあるわそういうの、うん、そうか、うんうん、今度話すわ、また聞かせてください、いや嫁作ありがとうね、ありがとうございます、ちょっとちなみに今日なんですけど、うん、まあ今から歌やんねんけど、はい、せっかく嫁作来てるから、はい、ごめんなさいリスナーの皆さん先に言っときます、あの歌は違うかなと、さすがにね、はい、あのそりゃそうですよ、すごいと思うから、うん、やめてください、ですよね、うん、その代わり、うん、今回は、うん、タイトルだけ嫁サックに決めてもらって、うん、なるほど、これは素晴らしい、それでいきましょう、はい、それ大丈夫ですか、大丈夫です、もう何でもいいので、うん、お願いします、はい、というわけで一旦広告です、はい、さあではいきますか、はい、まずはじゃあ歌い手、うん、そうですね、まずはというか、うん、これだけ決める、もうこれだけですよ、まあ、セッションが出るのか、はい、誰かが出るのか、はい、振りたいと思います、それではいきます、こちらです、セッション、マジかセッション出るねめちゃくちゃ出るね、セッションが多い ね、 ね、ほぼセッション、6分の2を引きまくってる、どうなってんのよ、じゃあまず一人いきますね、はい、この方トンボ照明生で聞けるよ、うん、嬉しい、ちょトンボで行くもん、おかしいでしょ、セッション決めてんのに、いやなんか嫁さんがトンボの歌好き言ってたから、ちゃちゃそれは別にセッションですから、じゃあこれちょっとまあ面白いから、はい、もしもう一回振ってトンボ出たら一人どうぞか、ああ分かりました分かりました、それで出なかったら、はい、これはもう6分の1ですから、うん、トンボさん行きます、セッションやからもう一回ですね、行、うんうん、きます、こちら、うん、怖っ、すごい、怖いわ、トンボ出た、やばい、やばない、すごい、怖い、こガチやから、すごい、ごめん、目の前に、なんかごめん、これでも大丈夫かな、リスナーさんセッションも聞きたかったってなるかもしれんけど、でも今言ったもんな、いやこれはもうそうですね、で嫁さんがせっかくなトンボの歌好きって言ったから、ありがとうございます、すごいなこれ、奇跡、いいですわ、怖っ、怖かった、怖かった怖いね、これが一番怖いではじゃあ、うん、作いつもラジオ聞いてると思うんで、うん、あのちょっと難しいかもしれないけど、うん、最後一言もらいながら、うん、歌を振ってもらえますか、はい、お願いします、それでは今日はあの呼んでいただきありがとうございました、とんでもございません、ありがとうございます、楽しかったです、でここからなんて言うんだっけなんて言うんだっけ、かわいらしいいいね、うん、それではトンボさんに歌って、ああなるほど、はい、で最後お願いします、はいそれではトンボさんに歌っていただきます、朝焼けのこちら側それではお願いしますディリリチチ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 チ
朝焼けの朝焼けの朝焼けのあちら側全部言うた朝焼けのせやろせやろせやろ朝焼けの朝焼けのこちら側あちら側こちら側いろんな側がありますね朝焼けのそちら側あちら側こちら側そちら側あ、面白い面白いめっちゃいいの出たよ名曲出たねありがとうございますいや正直前半大丈夫かなっていう気があったけどうまくつなげてありがとうございますサックどうでした最高でしたうわよかったですあの生で見れてよかった口が面白かったなんすかそれ口が面白かったあとよめさく笑ってちゃんと見てなかったけど、うん、俺は手を見てほしいのよ、ずっと震えてんの緊張して今後緊張したらむちゃくちゃ手震える緊張しましたあちら側言ってる時の手ブルブルブル震えてましたから緊張しましたよかったね生でつけてねいや最高でしたよかったよかったすごいよかったよかったいや面白かったまたねあのこういうタイミングがあった時にまた嫁サックだったりとか、うん、ほっとしたらまたリオちゃんとかもねそうですね、はい、お呼びできたらななんて思います、はい、じゃあそろそろ終わらせていただきましょうか、はいはい、以上カジサックとトンボと安武と常と嫁サックでした。ありがとうございました。ありがとうございました。